ほのぼの一筆画、中尾つぎかと申します。本日は秋の、風物7種類のお花、秋の七草を描きます。はい、ではこれはね、もう今回3回目ぐらいの登場になりますが、桔梗です。はい、桔梗科の植物って夏ぐらいからね咲いていて、まだ今もね元気に咲いてたりいたしますが、もう皆さんもね目にする機会多いんじゃないんでしょうかね。花言葉は気品とか誠実とかといったような花言葉になります。はい、まず1番目に描きました。続いて黄色い花が集まって咲くお見苗子です。スイカズラ科になりますが、ちょうどこのお花がね雑穀の泡に似ているところから、泡のお花、泡花ともね言われたりいたしますのよ。花言葉は美人とか親切といったような花言葉になります。はい、そして、続いてクズですね。これも、先日書いたように思うんですが、マメ科の植物で、このくず粉をね利用したくず切りとかくず餅とか美味しいですよね。葉っぱが、割と3つに分かれたしっかりとした葉っぱがつきます。花言葉は活力とか芯の強さとかっていったようなのが花言葉になっておりました。つる性のものでね、ちょっとつるを描くと雰囲気出ます。続いて、ピンクの可愛いお花、なでしこになりますが、なでしこはなでしこ科になります。はい、ちょっと上の方白っぽくなってしまいましたが、ちょっと足しますね。大和なでしこっていう言葉があるように、女性にね例えられることが多いですが、花言葉は定説とか純愛とかっていうのが花言葉になります。はい、可愛いお花ですね。はい、そして藤バカマ、意外とね、知らない方も多いんですが、菊科の植物でございます。花自体は香りはそんなしないんですが、葉っぱをね乾燥させるといい香りがして、女性の匂い袋とかねよく使われたりするらしいですわ。花言葉は優しい思い出っていうのが花言葉になります。はい、このね今描いている葉っぱをね乾燥させるといい香りらしいですよ。続いて萩ですね。萩はもう先日描きましたが、これも、マメ科の植物で、非常に控えめで美しい花の姿をしておりますが、今回、このピンク系とそして、白と両方ちょっと左右にね散らしますが、マメ科って申しましたかしら、言いましたね。はい、で花言葉は柔軟な心とか思案とかって言ったような、思う案じるっていうね、思案って言ったのが花言葉になって、このね、葉っぱがねやっぱり可愛いですよね。はい、そしてラストにススキです。まあ十五夜もね間もなく来ますが、うさぎとお餅とススキっていうのはね定番のものになりますが、ススキはイネ科の植物でございます。でススキのこの花をペンで描く方がね私楽なので、ゴールドのペンでこのようにいつも描くこと多いです。はい、活力とか精力っていうのが花言葉になりますけれども、このススキがね生えるとバランスがねピシッと取れて、秋の風情にねこのお花っていうのはとても似合うかと思います。
はい、またね単独で描きたいお花でもございますので、またご覧くださいませね。はい、まあ、今回このような秋の七草をいろいろ講座では板に描いたり、このようにぶら下げたりする板とか、毎年楽しんでおります。まあ、万葉集とか源氏物語つれつれ草にも登場いたします。秋の風物七草を本日は楽しみました。ありがとうございます。